トム・コリンズは、ジンベースのカクテルの一種で、冷たいタイプのロングドリンクである。19世紀半ば、イギリス・ロンドンのコンデュイット・ストリートにあった、リマーズ・コーナーの、バーテンダー・ジョン・コリンズが、オランダジンを用いて作った、ジョン・コリンズというカクテルが元祖である。ベースとなるジンを、イエネーバから、イギリス産のオールド・トムジンに変えてから、トム・コリンズと呼ばれるようになった。 1960年代にオールドトムジンが終売になった以降はドライジンをベースとして作るのが一般的である。シェーカーにジン、レモンジュース、砂糖と氷を入れ、シェークする。蒸気を氷を入れたコリンズグラスに注ぎ、炭酸水を加え、軽くステアする。カクテルピックに刺したレモンスライスとマラスキーのチェリーを飾る。現在では、 ゴールドトムジンの代わりにドライジンを使うことが多い。このため、ジンフィズと材料や作り方は、ほとんど同じとなったや飾りのフルーツが違う。ありがとうございます。